皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はクリスマスソング特集ということで、まあ、ジングルベルの、バンドアレンジをしまして、ボーカル、ドラム、ベース、ギター、まあ、それぞれのパートの配布を楽譜を配布したりとか解説をさせていただきました。一応バンドアレンジが目的なので、まあ、クリスマスライブとか控えているバンドさんはぜひ活用してですね、練習して使っていただけると嬉しいなという感じなんですけれども、まあ、一人でも全然楽しめると思いますので、あのバンドでやる予定はないけれどもちょっと遊んでみたいなという方はぜひぜひ遊んでみてください。普段ギターしか弾かない人もちょっとベースやってみたりとかすると面白いと思いますし、普段ベースしか弾かない人もちょっとギターやってみると面白いかもしれないし、あと少し大変ですけども、スタジオに実際に行ってドラムの練習してみたりするのも面白いと思いますし、なかなかいらっしゃらないとは思うんですけれども、歌の練習してみるのもまた面白いかなと思います。そんな感じでこういろんなパートをやっていくとですね、すごく音楽がまた面白くなってきますので、ぜひ普段やっているパートプラスアルファでいろんなパート、興味があるパートをやっていただけると面白いかなと思います。そんな感じでしょうか。これを撮影しているのが11月の7日なので、クリスマスまでとりあえずあと1ヶ月ちょいあります。アレンジとしてもそんな難しくはないアレンジなので、頑張って練習をしてですね、バンドでやったりとか、あと普通にこう弾いてみた動画みたいな感じで弾いてみたりとかして遊んでくださいということでございます。それでは一旦ここで終わりにさせていただこうかなと思います。また次お会いするときまでよろしくお願いします。それでは頑張ってください。ふふ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 。で、ここからちょっと裏話。コメントで、こういう動画どうやって作るんですかとか、どうやってこういう音源作るんですかみたいなコメントもすごく多いので、まあちょっと今回この動画が全てできるまでのいきさつをですね、機材とかも含めて、ソフトウェアとかも含めてお話をさせていただこうかなと思います。全くギターの上達に役立つ話は出てこないので、興味がある方だけご覧くださいませ。とりあえず10月中にですね、このアレンジを考えるわけですよ。どういうふうにこうアレンジをしていこうかなと、その尺だったり構成だったりとか雰囲気だったりキーだったりとかで、ここで一回仮音源を作成するわけですね。仮音ってどういうことかっていうと、まあ普通にパソコンでポチポチもうドラム打ち込んで、で、LINE で適当にもうベースとギターも入れて、で、メロディーも歌うわけではなく、ギターで適当にメロディーを弾いてイメージを作るということです。この仮音をまず作るところからスタート。で、これができたのがまあ10月末くらいなんですけれども、できた後。で、ここから楽譜書いたりとか、あとまあいろいろ告知したりとかっていう感じでした。で、11月に入ってスタジオでその音を取るわけですけど、まずドラム取りですよね。ドラム、これはドラム緑だ。ドラム緑。ドラム取りをするわけです。で、その後に、ベースを取って、で、僕の場合は先に歌を取って、で、その次ギターを取って終わりと。歌とギターがこう逆になる場合もあるんですけど、まあ、大体こんな感じの順番だと思います、どこのバンドさんも。で、これを持ち帰って、ミックスをし、で、ウォーサーをして、ミックスして、もう一回取って、ミックスして、もう一回取って、ミックスしてって、これを確か3回くらい繰り返したんですけど、ただ普通に3回スタジオに入りました。6時間、7時間ずつぐらい。で、これがいよいよできて、今回のその動画につながっているわけなんですけれども、まあ、ここでそのベガスっていう動画編集ツールですね、これにぶち込んで、このミックスさせたものと合わせて、で、なおかつそのカメラの映像ですね、MPEG としておきましょうか、MPEG とこのミックスをベガスで合わせて、ひたすらこうアウトプットをして、それぞれのドラム解説動画だったりとか、ベース解説動画だったりとか、あとギター解説動画を作成していったような感じでございます。で、まあ、この辺はなんとなくこうイメージができると思うんですけども、皆さん気になるのは多分この辺ですよね。どういうふうに撮っているのかと。どうしようかな。どこから説明したりかが分かんないんですが、とりあえず僕は Mac を使っているんですけれども、iMac をスタジオに持っていきました。でっかくて重くて鼻血が出そうだったんですけども、まあ、意外と持ち運びに慣れてしまって、スタジオの方も驚かなくなってきたっていうおまけ付きなんですが、で、この iMac に、このエディロールの UA25FX EX か
つなぐと。本当はもっと大きいインターフェースを持ってるんですけども、これはなんだかんだ一番使い勝手が良いので、これで撮ったような感じです。で、それに対して、ギターの場合は、これですね。このサンズアンプのクラシックっていう。あ、嘘。これじゃない。ちょっと嘘ついた。基本的なラインナップとしてはこれです。で、この Mac の方に入っているのは Cubase というソフトです。バージョンは6かな。Cubase 6。基本的なセッティングはこれ。で、これに対して、よいしょ。これですね。シワの SM57 っていう、すごく普通のマイクです。スタンダードマイクって感じですかね。普通のっていうか、これを使って、まあ、全ての楽器を録音したということです。SM57。で、これが2本あるんですけども、こんな感じ。これですね。で、この57でドラムの音を拾ったりとか、ベースの音を拾ったりとか、ギターの音を拾ったりとかしてるような感じです。で、ドラムに関してどう撮ってんのっていうコメントもあったんですけども、こうドラムがあるとするじゃないですか、セットですね。普通にクラッシュがあって、クラッシュがあって、ライドがあってと。ちょっと上から見てる状態だとイメージしてください。フロアがあって、で、ここにこうキックペダルがあって、どん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 、ハイハットみたいな感じでこう上からこうドラムを見てるとしますよね。そしたら、このマイクを、こういう感じで、こういう向きでセッティングして、今回は音を取っております。この高さで結構音は変わってきてしまうので、そのマイクを、こう向けるわけですね。ドラムに向けて、あっち側にドラムがあったとしたら、うわ、すごいやと。別に持ってるわけじゃないですけども、スタンドを用意して、こういう形で固定をしておいて、で、この向きだったりとか、この高さとかで、また全然音が違ったりとかするんですけれども、その辺をいろいろ聞き比べたりとかして調整をして、こういう向きもそうですね。調整をして撮っているような感じです。でも一応、572本でも、今回の音源みたいな結構いい音が取れるので、興味がある方は572本揃えてみても面白いかななんて思います。とりあえずドラム取りはそんな感じ。で、次にベースなんですが、これは普通にベースはベルベットさんに置いてあった SVT をそのまま使っております。ベースアンプをこう正面から見ると上にこうヘッドがありますよね。で、こう少し高めのキャビがあると。で、基本的にここはその布でその囲われているんですけれども、あのアンプは何だっけかな、6発こういう感じでそのスピーカーのコーンがあるわけです。このアンプだったら。こう2つコーンがあるんですけれども、この中のここだっけかな、ここを狙って、コーナーを向けております。なかなかこれが難しいところで、この位置がちょっと違うだけで、全然音が変わったりとかするんですよね。わかりますかね、このコーン紙ってやつ。コーン紙を表すものは、ちょっとないんだけど、あ、これとか。見ると分かりやすいかもしれません。この中にこのコーンって入ってるじゃないですか。このスピーカー、いわゆるスピーカーみたいな感じのやつ。これです。平たく言うと、これがこう6個あるわけです。どん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 と。で、その中のこの1個の端っこを狙って音を取っているというような感じでしょうか。ちょっと拡大して、こう、コーン紙がこうあるとするじゃないですか。真ん中にこうあって。で、音が出ると、特に低音なんかが出ると、このコーン紙がこうガーッと揺れて、で、この空気を振動させて、その音を人の耳に伝えているわけなんですけれども、ここに直接、この573をですね、こう向けてしまうと、その573がこの空気を振動したときに、なんかこうね、吹かれてしまって、吹かれって言い方をするんですけれども、なんか低音をガッと出したときにバフッバフッバフッって音が入ってしまうんですよ。それをこう避けるために、あんまここじゃなくて、この辺ってことです。ちょっと斜めら辺狙って。かといって、これを、ね、あんま遠ざけると、ちょっと音がぼやけてしまうんで、音気味って言って、本当にもう布にこうくっついている状態ですよね。この状態で撮っております。
まあ、あえてこれをオフ気味にして撮ったりとかする場合もあるんですけども、ベースの場合は今回はこの辺を、くっつけたままで狙って撮っておりました。で、ギターの場合も同じですね。普通にあのマーシャルで撮ったんですけれども、マーシャルのこのコーンが4つ、4発キャビが入っているタイプで、で確かここ、僕がマイク取りするときはいつもここを狙うんですけれども、ここを普通にこう音気超音気味にして音を取っていたような感じです。なんとなくイメージ伝わりましたでしょうか。でさっきサンズアンプって言ってましたけれども、このマーシャルにつなぐときに、サンズアンプだけつないでギターがあったというような感じです。さっきの SVT、ベースに関してもそうですね。ベースがあって、サンズがあって、でキャビがあるみたいな感じで、全部サンズで今回は撮っております。ほい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 。で、歌に関しては、こういうウィンドウってやつがあるんですよ。こういうのですね。まあ、普通にスポンジなんですけれども、こういうふうにこうかぶせてやると。そうすると何が起こるかっていうと、あのポンピングノイズって言い方をするんですけれども、あのさっき言ったその空気をこうグッと入れたときにマイクがポンって音を拾ってしまう現象、それをこう防ぐということです。普通にこう超音気味にしてこう歌ってたとしても、まあ、そういったノイズが入らないと、他行、パ行とか、なんかこう破裂音ですか、パッパッパッって言ったときにパッパッ、なんかこう空気がバッっていくんですけど、そのときにこう吹かれ現象が起きてしまうんですが、それを防ぐアイテムということです。興味のある方はこちらも A2WS かな、まあ、57用ウィンドウって検索すればいくらでも出てくると思います。そちらも揃えてみてください。そんな感じですかね。もうちょっといいことあるかな。あ、で、あと常にモニタリングしてたのはこちら、ソニーの通称赤帯ってやつですね。MDR-CD900ST。これをこの 25EX につないで赤帯でモニターしてたと。なんであの動画中にこう常に僕はヘッドホンしていると思うんですけれども、まあ、この音をまあ常にモニタリングしてたということです、はい。で、映像に関してなんですけれども、それは需要あるのかな、まあ、分からないけど、まあ、ドラムの時は単純にここの足元のところ、またこれドラムを上からイメージしたとして、足元、このキックの位置ですね、足元を iPhone で撮影しております。こんな感じ その iPhone 用三脚みたいなのがあるので、まあ、幸いっていうか、まあ、キック足元を撮影すればいいので、こんな感じですごいもう極限まで低くして、でこう角度を調節して、まあ、撮影をしてたと。でそれとはもう一つ、こちらに、今、この撮影をしているデジカメで、まあ、全体像を撮っていたというような感じですね。で、あとあとこの2つの映像をパソコンに取り込んで、あとで同期をするというような感じです。それぞれ、ベース、ギター、歌に関しては iPhone を使ったので、これだけですね。ソニーの TZ なんとか、あ、ソニーじゃないや、パナソニックの TZ なんとかってやつなんですけれども。まあ、そんなデジカメで撮影をしております。で、それぞれ、まず撮った音はキューベースにぶち込んで、まあ、ミックスをすると。その間にいろいろとこう EQ かけたり、コンプかけたりとか、リバーブかけたりとか、いろいろ細かいミックス作業はあるんですけれども、その辺も話し出すと、本当にキリがなくなってしまうので、まあ、ちょっと割愛します。なんかいい感じの音にしております。この撮った音、いい感じの音にしております。で、これで音源ができたーと。ミックス完了、イエーイ。で、これができてから、ベガス側ですね、映像側にそれぞれドラムの、音で、ドラムの足元で、ベースを弾いているやつとか、あと歌っているやつとか、ギターのやつとかをこっちに全部突っ込んで、まずこれを同期させると。それぞれこのソースがもうなんていうんですか、統一されてないんで、ベガスに一回取り込んでからこう長さとか時間とかを調節してですね、この縦のタイムラインを合わせなきゃいけないんですよ。これが地味に大変なんですね。そうしないとなんかこう
ね、ベースがすごい遅れてる映像になっているとか、ドラムがなんかすごい速い映像になっているとか、まあ、そんな現象が起きてしまうので、とりあえずここで同期をさせる。で、ここで同期をさせたら、いよいよこのキューベースミックスしたものをこっちに突っ込んで、まあ私が5人、6人、7人、何だか何人だか分かんないですけども、まあ、たくさんいる動画ができると、こんな感じでしょうか、順番としては。これで大体皆さんの疑問が解決されましたかね。正直ここまで揃えるのはお金はもちろんかかるんですけれども、でも意外と代用できるものはたくさんあると思うんですよ。例えば iMac 一つにしたって、あの iMac 買わなきゃこういうのができないってわけではないしですし、皆さんの Windows パソコンでも全然できる話です。で、このインターフェースに関しても今回僕はその UN25EX ってやつを使ってますけども、まあ、Zoom 製品だったりとか、BOSS の製品、マルチエフェクターだったりとか、まあ、インターフェースは何でもいいわけです。その辺を使えば、もっとコストは抑えられますし、Cubase 6も普通に買えば、もう6万、7万とかしちゃうんですけれども、これをね、なんかバンドルされている付属ソフトとかで活用してもいいし、フリーソフトでやってみてもいいと思いますし、という感じです。で、今回 SM57、僕は SM57 を使ってますけれども、とりあえずなんかこう電気屋さんに売ってるような1000円2000円くらいのカラオケマイクでまず試してみるっていうのも全然いいと思いますし、そんな感じでやっていけば、下手したら1000円くらいでこの環境が整うかもしれないですよ。赤帯も確か普通に買うとすると1万6000円くらいしちゃうんですけど、まあ、普段使ってるイヤホンとかで代用することも可能ですし、そんな感じでお金をかけない方法も全然あるわけでございます。皆さんの環境に置き換えていろいろ考えてみれば、同じことができるということです。で、この Vegas っていう、編集ソフトに関しても僕はもうきっちりこれは値段は覚えてるんですけど、26,800 円したんですよ。 Vegas10 ですね、バージョン10でも今すごい安いやつが出ちゃって、なんかすごい不服なんですよね。1万2000円くらいで買うんだったら、買えるんだったらそっちの方が良かったわなんてすごく思ってるところなんですけども、2万6800円出して僕もベガスを買っております。でもこれベガスじゃなくても1万円くらいで買える、なんかこう安物って言い方はあれか、まあ、安めのやつでもいいと思いますし、コーレルとか確か安いソフト出してますよね。もしくはもうフリーソフト、僕も昔ベガス買う前は YouTube 動画とか、アビデムックスだっけかな、なんて読むんだか分かんないんですけれども、こんなソフトを使ってたんですよ。これはフリーソフトで、割と使い勝手が良くてずっと使ってたんですけども、まあ、これを代用すればお金がかからないということです。で、最終的に MPEG ができればそのまま YouTube にアップロードして、完成なんていう感じでしょうか。まあ、今回の流れをお話しさせていただきますとこんな感じです。自分で言うのもなんですけども結構大変です、結構大変です。でもそれぞれね、こう一つ一つの動画ができてきたりとか音源ができたりすると、まあ結構これが面白くてですね、充実感が半端ないわけですよ。まあ何らかので面白く楽しくやっているうちに、まあ、完成したかなと。まあこれを撮影している段階では全然完成はしないんですけれども、完成までこぎつけたかなと思います。今回何か言うことあったっけかな。特にないと思います。何か参考になるところがあれば良いんですけれども、なりましたでしょうか。まあ、全体的にばばっと、今回の企画の全貌をお話しさせていただくとすれば、まあ、こんな感じでやっておりました、ちゅうことです。本当ね、今回は相模原にあるベルベットルームスタジオさんに超お世話になりました。で、毎回なんかスタジオを予約するたびにね、なんかこう、もうベースとギター担いで、で、こんな感じでその機材セットみたいなのを持ってきて、で、しまいにはマック持ってくるしっていう感じで、で、スネアもあるし、キックもあるし、ドラム機材も含めて、本当ね、車がパンパンになるぐらい毎回機材を持ってったけども、ベルベットルームスタジオの方はですね、嫌な顔一つせずに温かくスタジオを使わせていただきまして、本当に感謝という感じです。本当にありがとうございます。そんな感じです。まあ、ちょっと皆さんのご都合に合わせていろいろとこうね、使う機材を変えたりとかして、遊んでみるとまたこれも面白いと思いますので、興味があったらやってみてくださいと。じゃあそんな感じで終わりにしましょうか。今回は結構動画の時間も長いんですけれども、楽しんでいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いする日まで、さよなら。